Streaks, as well as Lamia, is a vampiric witch from Greek and Roman folklore. Its favorite victims are infants and small children, but it is also known to attack lone travelers who venture too far into the wilderness. Raffaello Santillo painted Maria as Shrix together with Leonardo da Vinci in his painting The Annunciation. ラミアと並んでストリックスもまたギリシャおよびローマの民話の中ではヴァンパイア的な魔女でした。特に幼児や子供を好んで食べていましたが、時に荒野を一人で旅する孤独な人を襲って食べたとも言われています。ダヴィンチは受胎告知の中で、マリアはそのストリックスであったということを表現しましたが、ラファエロ・サンチオもまた自分の絵画の中で、マリアはストリックスであったということを表現していました。広瀬やし、浜松市、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、マリアの下にあるものがカーペットなのか台なのかというところです。で、マリアの赤い衣服の垂れ具合からしてですね、これはカーペットであると判断しました。一見すると台のようにも見えますが、カーペットです。そのカーペットの下からは、マリアの三本指の足が覗いています。注意深くご覧ください。このフクロウの置物の下ですね、その下に三本指の足が見えています。レオナルド・ダ・ヴィンチなる1500年後のイエス・キリストの操り芸術家はですね、このような形でマリアは魔女であることを示しました。三本指の足です。by 林博士の発見です。これが足ですね。一見すると四本のようにも見えますが、私は三本指の足と判断しました。下が同じくレオナルド・ダ・ヴィンチが表現した解剖図ですけども、一般にはこれは熊の足と言われていますけども、熊の足ではありません。で、もう一度この絵を見ていただきたいんですけども、この足がこのように出ていると、私はそのように判断しました。まあ、隠し絵、騙し絵の手法ですね。まあ、このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエス・キリストは、マリアは魔女であることを示しました。つまり、マリアは、ストリックスであることを示しました。で、ストリックスというのは、まあ、フクロウということになるわけですね。で、この人もですね、どうも足がおかしいということで、まあ、紹介しましたけども、はっきりしません。で、この中央にいる天使を見ていただきたいんですけども、この手がやはりおかしいんですよね。まあ、このような形で、まあ、中世の絵画の中にはですね、まあ、人間ではないような人間が描かれているということです。で、この受胎告知の絵も例外ではありません。やはり、このカーペットの下からは足が覗いています。そして、この置物に注意してください。この置物も、まあ、奇妙ですよね。ということで、ラファエロの話に、つなげていきます。ラファエロ・サンチオもまた三本指の、まあ、奇妙な人物を描いています。これがその絵です。この絵の中には三本指の人物が描かれています。ラファエロ・サンチオはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子ということになります。で、そのラファエロ・サンチオの描いたこの部分に、絵のこの部分に注意してください。
足が描かれています。この足もやはり3本指で、そしてその先に爪があるのがわかります。まあ、ここがですね、今日のポイントですから、注意深くご覧ください。3本指ですね。で、この指について検視をしてみます。これがラファエロの描いた3本指の足です。で、先ほど紹介しました、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中に描かれている3本指の足と比較してみてください。大変よく似ているのがわかります。この絨毯の下、置物の下ですね。ここにその指が描かれています。で、こうして並べてみるとですね、まあ、大変よく似ているということになります。まあ、それも当然ですよね。ラファエロも、レオナルド・ダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、皆1500年後のイエス・キリストの、つまりは操り人形でした。まあ、1500年後のイエス・キリストは、こうした操り人形芸術家を通して、自分の、まあ、アイデンティティ、並びにアジェンダを私たち人間に示したということになります。下はですね、以前はリリトと言われていましたけども、一般説ではイシュタールに落ち着いています。そのイシュタールもですね、やはり三本指である点に注意してください。まあ、魔女中の魔女ということになるわけですね。で、三本指です。で、この三本指と大変よく似ているという点に注意してください。すなわち、このような形で、ラファエロ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチを通して、マリアは魔女であることを示したということになります。左が、イナンナ・イシュタールということになります。右が、受胎告知の絵ですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、自分の姿勢を鮮明に、まあ、私たち人間に示したということになります。で、この置物に注意していただきたいんですけども、フクロウのようですね。そして左の絵に注意してください。これはフクロウでも耳がありません。耳のないフクロウです。耳のないフクロウ、すなわちストリックスということになります。まあ、ローマ時代には、まあ、魔女の、いわゆるまあ象徴的な動物として表現されていました。耳房のないフクロウ、つまりストリックスということになります。そのフクロウ、ストリックスと置物は酷似しています。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれている、まあ、人物はですね、ストリックスであることを示しました。そのストリックスについて簡単におさらいしておきたいと思います。先ほども言いましたように、まあ、ヴァンパイアなんですね。特に、まあ、子供や幼児を好んで食べたということです。ストリックスとラミアは二大化け物のことであり、まあ、魔女を意味すると。そして、ストリックスはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子供を好むと。また、荒野に入り込んだ孤独な旅人を好んで食べたとあります。シカゴユニバーシティのホームページです。で、ここが重要ですけども、ダ・ヴィンチは1たす1の手法でこの2人を合わせてストリックスであることを示しています。まあ、この赤い丸で囲んだ部分ですね。これは猛禽類の翼です。そして右下に3本指の足が描かれています。1たす1は1。1ですね。つまりこの2人を通してマリアは、ストリックスであることを示しました。岩窟の聖母の中ではですね、1たす1を通して、ラミアであることを示しました。つまり、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスは、まあ、マリアはストリックスであり、ラミアであることを示したということになります。まあ、今日はその、ラミア説については、割愛させていただきます。ともかくも、受胎告知の中で、二人合わせて一人の、
魔女、すなわち、ストリックスであることを示したということになります。では、この足の人物は誰かということになります。これも、この、まあ、人物も、果たしてということになりますけども、ラファエロはその証拠をこの絵の中に残しました。この足の人物は、この左から二人目の人物の足ということになります。左右の人には二本ずつ足があります。つまりこの赤枠で囲った人の足ということになります。ここが今日の結論部分ということになりますから注意深くご覧ください。この三本指の足の人物は、この人物の足ということになります。そしてこの手を見てください。マラヌスの手です。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついています。同じ手をミケランジェロなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスはピエタ像の中で表現しています。このマリアの手に注意してください。左右反転してみました。やはり中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。マラノの手です。つまり、左のピエタ像のこの手はマリアの手ですから、右のラファエロの描いたこの人物もマリアということになるのです。この人物はマリアということになります。つまり、ラファエロも、まあラファエロというよりもですね、1500年後のイエス・キリストはラファエロという画家を通して、まあこの人物がマリアであることを示しました。もともと、それら芸術家の上に立つ1500年後のイエス・キリストの作品ですから、このようにアジェンダが一致していたとしても、何らおかしくないということになります。もう一度、以前作りました動画を皆さんに確認のためにご覧いただきます。これは997号で発表した動画です。ここにある置物は何かということですね。まあ、一見すると、まあ、フクロウのように見えますが、よく見ると、やはりフクロウのように見えます。まあ、フクロウなんですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれているのはフクロウなんだよということを示しました。そしてその置物の下にですね、三本指の足が覗いています。フクロウと魔女とは大変仲が良かったようですね。ハリー・ポッターの中でもフクロウがあちこちに出てきます。ともかくもフクロウですよね。で、左のこの、まあ、いわゆる天使と言われている人の背中を見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類の翼です。まあ、いわゆる、まあ、肉食性の動物、まあ、鳥のですね、翼ということになります。まあ、その代表格が言うまでもなく、フクロウということになります。翼をしっかりと見てください。フクロウですね。まあ、猛禽類の中でも、フクロウの羽そのものであるということです。つまり、まあ、これも一つの隠し絵ということになるわけですけども、ここに描かれているのは、ストリックスであることを示しています。で、ローマ人はフクロウをストリックスと呼んだ。魔女を意味したということです。そして相手をじーっと凝視する目を持つ目の女神としても知られていました。ですからこの左の天使の目は相手をじーっと睨んでますね。じーっと睨んでいる点に注意してください。つまり、受胎告知の中に描かれている人物は1たす1イコール1の原則で、つまり、ストリックスであることを示していました。The Effigy Gallery's official website writes about the angel in the middle of Leonardo's painting, The Annunciation, as follows.Archangel Gabriel kneels before the Virgin, proffering a lily. The Virgin responds from a
dignified seat behind a lectern at which she was reading. The traditional religious theme has been set by Leonardo in an earthly natural setting. However, my interpretation of this painting is completely different. The person in the center is not the Archangel Gabriel, but the owl witch Strix. And I, Hiroshi Hayashi, judge that the Strix witch cursing Mary of Bethany, who is already pregnant, or Mary of Bethany, wife of Shamash Jesus. ダヴィンチの書いた受胎告知の中央に書かれている天使について、ウフィジギャラリーの公式サイトは次のように説明しています。ここに書かれているのは、聖母に百合の花を献上している大天使のガブリエルである。聖母は読書台の後ろにある威厳ある椅子からそれに応えている。ダヴィンチは受胎告知という伝統的なテーマをごく自然な形で表現していると。が、私のこの絵の解釈は全く違ったものです。中央の人物は大天使のガブリエルではなく、フクロウの魔女ストリックスであり、この絵は右の身重になったベタニアのマリア、つまりシャマーシュイエスの妻に悪魔の呪い、悪魔の呪いをかけているところと私は判断しています。ヒロシハヤシ、ハメマシティ、ジャパン。ローマ時代に最も恐れられた魔女、それがフクロウの姿をしたストリックスです。このストリックスの特徴は、餌となる人間をじーっと凝視して、一般には死の呪いをかけて相手を殺して、そして食べる、あるいは食べたと言われています。あくまでも神話上の魔女ということになりますが、これがストリックスです。そのストリックスをレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、受胎告知の絵の中央に描いていました。次に、あのウォルト・ディズニーはですね、このダ・ヴィンチの描いた受胎告知の中央、向こうに描かれている山と全く同じ山をウォルト・ディズニーの代表作ファンタジアの中で流用し、それを悪魔の山としました。なぜウォルト・ディズニーがそんなことをしていたかということについては、大きな大きな謎が残りますが、ともかくも事実として、ウォルト・ディズニーはですね、ダ・ヴィンチの受胎告知の中央、向こうに書かれている山と全く同じ山を自分の短編映画のファンタジアの中に流用し、それを悪魔の山としていたということです。その動画をこれから紹介しますので、まずそれをご覧になってください。According to the official website of Walt Disney Production, it writes that Bald Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount
Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the black god himself. The Bald Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia. What it writes here is, however,A lie, since there is no mountain in Mount Triglav, Slovenia, a mountain which resembles the Bald Mountain in Fantasia. Why and why? ウォルト・ディズニー・プロダクションの公式ホームページによれば、ディズニーの代表作であるファンタジアの中に出てくるボールドマウンテンはスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっています。そこは黒い神のみならず超自然が住むところだそうです。ボルトマウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれています。しかしトリグラフ山のどこを探してもボルトマウンテンと同じあるいはそれに似たような山はありません。ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。が問題は、なぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これはウォルト・ディズニーにとっても、その向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり、嘘を書いてまで隠さねばならない重大な秘密がそこにあるからです。広林、浜松市、ジャパン。Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island,Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo-daro and Mekakaba. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not?I just wonder. 一本の直線が作る不思議な位置関係をそれをさまざまな方向から検証しそれが偶然ではありえないことを証明しながらつまり自然によってできたものでないことを証明しながらそれらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林浩のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのはイースター島から始まり西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私、林浩司はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば偶然ではありえないということを証明しながら偶然ではないと証明していくのが私、林浩司のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now. According to the official website of
Walt Disney production, it writes that Bald Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the black god himself. The Bald Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia. What it writes here is, however,a lie, since there is no mountain in Mount Triglav, Slovenia, a mountain which resembles the Bald Mountain in Fantasia. Why and why? Walt Disney Production の公式ホームページによれば、ディズニーの代表作であるファンタジアの中に出てくる Bald Mountain はスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっています。そこは黒い神のみならず超自然が住むところだそうです。ボルトマウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれています。しかしトリグラフ山のどこを探してもボルトマウンテンと同じあるいはそれに似たような山はありません。ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。が問題は、なぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これは、ウォルト・ディズニーにとっても、その向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり、嘘を書いてまで隠さねばならない重大な秘密がそこにあるからです。広し林、浜松市、ジャパン。It is very strange to know that Walt Disney drew the same Devil's Mountain in his work, Fantasia, the same mountain as a mountain in the Annunciation, painted by Jesus Christ after 1500 years under the puppet name of Leonardo da Vinci. Both are the same Devil's Mountains about which only I, Hiroshi Hayashi, know.This indicates two alternative possibilities. One is that Walt copied the mountain in the Annunciation, or another one is that both mountains were painted by the same artist, or Jesus Christ after 1500 years and after 2000 years. Walt Disney は代表作ファンタジアの中で1500年後のイエスが書いた受胎告知の中に出てくる山と同じ山を書いています。ダヴィンチなる操り人形が書いたのではありません。1500年後のイエスです。共に悪魔の山です。受胎告知の山が悪魔の山であることを発見し、それを知っているのは私、林博士だけです。ここが重要です。ウォルト・ディズニーはファンタジアの中で悪魔の山を描きました。悪魔の山です。一方、1500年後のイエスは受胎告知の中で同じく悪魔の山を描きました。その中に表現されているマリアとガブリエルなる天使は1たす1イコール1の魔女です。その証明は別のところで私、林博士がしましたが、その受胎告知の中に出てくる山はウォルト・ディズニーの書いた山と一致します。左右反転はしてありますが、一致します。つまり、ウォルト・ディズニーは、受胎告知の中に書いている山が、悪魔の山であることを知っていたことになります。が、そのこと、つまり、受胎告知の中に書かれている山が、悪魔の山であることを発見したのは、私、林博士であって、私がそれを発見するまで、それを知っていた人はいません。もちろん、ウォルト・ディズニーですら知り得なかった事実です。となると、可能性は二つです。
わかりますか？一つは、ウォルトが1500年後のイエスの書いた山をコピーしたか、あるいは2000年後のイエスがウォルトを操り人形として悪魔の山、つまりボルトンマウンテンを書いたかのどちらかだということになります。広林、浜松City、ジャパン。ここが重要ですからもう一度画面を見ながら説明します。左の山が主体国書の中に表現されている山です。そして右下二人の人物に注意してください。これはですね、1たす1イコール1の手法でですね、二人の人物合わせて一人の魔女、すなわちマリアであることを示しています。林博士が証明しました。そして右がですね、ウォルトが代表作、ファンタジアの中で書いたボールズマンテン、すなわち悪魔の山ということになります。この両者は全く同じということになります。ここが重要なポイントですから皆さん自身で確認してください。全く同じです。となりますと、ウォルトは左の絵をコピーしたかということになりますけども、しかし、ウォルトはこの山を同じく悪魔の山として表現しています。となると、ここでおかしなことが起きるわけですね。受胎告知の中の山がですね、悪魔の山であると証明したのはこの林博士であって、私以前には誰も知らなかったはずです。もちろん、ウォルト・ディズニーも知る由もなかったことですね。がなぜ、ウォルト・ディズニーはですね、この山を悪魔の山としたかということになります。なあち、悪魔の山であることを知っていたということになります。となりますと、ウォルト自身がですね、書いたのではなくて、もう一人その上の人物、すなわち、1500年後のイエスではなくて、2000年後のイエスによって指導され書かれた絵ということになります。もう一度繰り返します。左の受胎告知の山はですね、これは1500年後のイエスによって書かれた絵ということになります。そして同じく2000年後のイエスが右の絵を書いたということになります。共に同じ山で同じ悪魔の山ということになります。いよいよ本論ということになりますが、その前に一つ断っておきます。今ご覧になっている動画はですね、私がですね、つまりあの受胎告知の絵についてなんですけども、右に描かれているのが聖母マリアであると判断していた時に作った動画ですが、今回ですね、私はですね、一つの結論として、中央に描かれているその人物は大天使のガブリエルではなくてですね、魔女のストリックスであると判断しました。となると、その右に座っている女性は聖母マリアではなくて、ストリックスによって死の呪いをかけられたベタニアのマリアであると判断しました。つまりそのような判断をする前に作成した動画であるという点ことです。その点をどうかご留意の上、この動画をご覧になってください。Matthew chapter 1 verses 18 to 25. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, stories about Jesus and his mother Mary often appear in the New Testament. The word Mother Mary also appears, but all of the stories are based solely on Mary's testimony. Joseph, her husband, died shortly before Jesus returned from the wilderness training. In other words, all of these stories, including the story of the Annunciation by an angel, the story of Jesus' childhood, and all of other stories are based on the stories told by only one witness, Mary. In other words, there is no other witness except Mary who supports these stories. Simply, all of these stories are written down by the disciples who heard Mary's stories. I, Hiroshi Hayashi, repeat again that all of these stories areBased solely on Mary's testimony. There is no other witness except Mary who supports these stories. I just wonder if Maria or Mary had told true stories. 新約聖書の中にはイエスと
彼の母親のメアリー、つまりマリアの話がたびたび登場します。マダーメアリーという言葉も登場しますが、これらの話はすべてマリアの証言のみに基づいているということを忘れてはいけません。彼女の夫のジョセフ、つまりヨセフはイエスが荒野の修行から帰ってくる直前に他界しています。つまりイエスの受胎告知の話もイエスの子供時代の話もすべてたった一人の証言者、つまりマリアの話に基づいているということです。つまりこうした話を裏付ける証言者はマリアを除いて他に誰もいないということです。簡単に言えばこれらの話はすべてマリアの話を聞いた弟子たちが新約聖書として書き留めたということになります。繰り返します。これらの話はすべてマリアの証言のみに基づいているということです。マリアは本当に真実の話をしたのでしょうか。広志林、浜松シティジャパン。ここで大変大きな矛盾が生まれてきます。この受胎告知の絵の中で表現されている向かって右側の人物はマリアだというわけですけども、マリアはイナンナです。イナンナイコールマリアです。それは定義です。神の定義です。となるとここにいるマリアが妊娠などするはずはないのです。で、まず次の動画をご覧になってください。Leonardo da Vinci hid many secret messages in his own paintings. For example, the number 61 was hidden.Upside down on the background of the picture of Saint Jerome. 61 stands for God in Jewish geometry. The character depicted here is generally considered to be Saint Jerome because it has a white lion below it. But it is God himself or a self-portrait of God, not Saint Jerome.Similarly, the number 51 was hidden in these pictures of Virgin of the Rocks, Mona Lisa, the Virgin and Child with Saint Anne, and Madonna of the Pinks. 51 stands for the planet Mars in Jewish geometria. Then, I, Hiroshi Hayashi, have recognized that
These pictures are somehow related to the planet Mars. For example, in the background of the paintings of both Mona Lisa and Young Mona Lisa or Isleworth Mona Lisa, you may see panoramic views of Mars, though the scene of Mars in Mona Lisa is upside down. They are accurately represented as in the photo. In the same way, I decided that the background of the paintings of the Virgin and Child with St. Anne and Madonna of the Pinks also had Martian landscapes. So, when I looked it up, the scenery matched the views of the ice caps of Mars photographed by NASA on Mars. Together with these facts, I recognized that a strange building is hidden in the background of version of the rocks. But I suspect that this building is part of an underground base on Mars. Finally, the number 131 was hidden in the adoration of Maggie. After all, it is written in inverted letters. 131 stands for Inanna, according to Jewish gematria. Inanna is the ancient Sumerian goddess. So, in this way, Leonardo showed that the alleged Maria in the picture was Inanna. Both St. Jerome and the Adoration of Maggie are called unfinished masterpieces, but note that the numbers 61 and 131 in the two pictures are both written upside down in the same typeface. Thus, the painter Leonardo, who appeared in the Renaissance, left many important messages for us human beings of the future. In a series of videos here, it is my pleasure that I can explain what these numbers actually stand for. レオナルド・ダ・ヴィンチは彼自身の絵の中に多くの秘密の伝言を隠し込みました。例えば聖ジェロームの絵の背景には61という数字が逆さまに書かれていました。61はユダヤのゲマトリアでは神を意味します。一般には下に白抜きのライオンが書かれているため、ここに書かれている人物は聖ジェロームであると考えられていますが、聖ジェロームではありません。神自身です。神自身の自画像です。同じように岩窟の聖母モナリザ、聖アンと聖家族、カーネーションのマドンナの絵の中には51という数字が隠し込まれていました。51はユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。つまりこれらの絵は何らかの形で火星と関係があるということになります。例えばモナリザの絵の背景には火星の大地の様子が上下逆さまですが、写真のように正確に表現されています。同じように考えると聖アンと聖家族、カーネーションのマドンナの絵の背景にも火星の風景が描かれていると私は判断しました。で、調べてみるとその風景は NASA が火星で撮ってきた火星の氷冠の様子と一致しました。なお岩窟の聖母の背景には奇妙な建物が隠し込まれていますが、私はこの建物は火星にある地下基地の一部ではないかと考えています。最後に東方三博士の礼拝の絵の中には131という数字が隠し込まれていました。やはり逆さ文字で書かれています。131はユダヤのゲマトリアによればイナンナ、イナンナを意味します。古代シュメールの女神イナンナです。つまりこのような形でレオナルドはその絵の中に書かれているマリアと思われる人物はイナンナであることを示しました。なお聖ジェローム、
東方三博士の礼拝も未完の大作と呼ばれていますが、これら2枚の絵の中に描かれている61と131は共に逆さ文字で書体が同じであることに注意してください。このようにルネサンスの時代に現れたレオナルド・ダ・ヴィンチという画家は、私たち未来の人間に重要なメッセージを残しました。一連の動画の中で私はこれらの数字が何を意味するか、それを順に説明していきます。広志林、浜松シティ、ジャパン。マリアイコールイナンナ、イナンナイコールマリアということで、最初の部分に戻ります。受胎告知のこの絵の中にはですね、つまり一般にマリアと言われている人物の足のところにはですね、三本指の魔女の足が描かれています。となるとこの足をどう理解したらよいかということなんですよね。つまりですね、中央にいる人物、一般にはガブリエルとかいろいろ言われてますけども、まあ、猛禽類の翼を持った、まあ、フクロウの翼を持った、まあ、魔女ということになるわけです。ローマ時代にはストリックスという魔女がいて、そして大変人々に恐れられていたそうです。それが中央に描かれているということですね。となるとこの右に描かれている人物は誰かということになるわけです。一般には、普通にはいわゆる聖母マリアであり、その聖母マリアが受胎告知を受けている絵というふうに理解されていますが、本当にそうでしょうか。となると、まあ、どう考えたらいいかということになるわけですよね。つまり一つはダ・ヴィンチなる、まあ、ベロキオとダ・ヴィンチなる画家がですね、この人物、右の人物を、まあ、マリアとして描き、そして三本指の魔女を描くことによって、つまりは聖母マリアの正体を明かしたということになるわけですけども、よく見るとですね、普通のって言いますか、他の聖母マリアの顔とここに描かれる人物の顔は違うという点です。そして大きな違いはですね、右の人物のお腹を見ていただきたいんですけども、お腹が大きいんですよね。つまり妊娠しているということになるわけです。で、私はですね、これも一つの騙し絵ではないかと考えるようになりました。中央に描かれているストリックスこそがですね、実はイナンナ・マリアであってですね、その右に描かれている、まあ、か弱い女性のようにような雰囲気で描かれている清楚なですね、どこか清純っぽい女性で描かれているその人物はベタニアのマリアではないかと考えているわけです。で、中央にいる、まあ、羽の生えたフクロウの羽を持った人物がリリト、すなわちイナンナということになるわけですよね。古来リリトイコール、例えばですね、バルガータ、ウルガータの聖書によればですね、リリトイコールラミアということになっています。またリリトもですね、最近はですね、多くの学者たちがリリトイコールイナンナというふうに理解しています。となるとですね、中央に描かれている人物こそが、つまりはイナンナ・マリアということになってですね、右に書かれている人物は、まあ、ベタニアのマリアであると、私はそのように判断するようになりました。今のところまだ仮説ということになりますけども、となると三本指の足は何を意味するかということなんですけども、考えるだに恐ろしいことですけども、中央のイナンナ・マリア、ストリックス、つまり魔女はですね、右のベタニアのマリアに呪いをかけている様子を描いたものではないかというふうに考えています。またそのように考えると、この絵の持つ意味が理解できるのではないでしょうか。もう一度確認して終わります。左の人物こそがイナンナ・マリアであり、そして右の人物に呪いをかけているというわけですね。その呪いをかけられた女性は誰かというと、まあ、妊娠していますから、つまりはシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアということになるのではないでしょうか。まあ、これがですね、この動画の一応の結論ということにします。最後にもう一度、この私が
ベタニアのマリアと考え始めているこの人物の足を見ていただきたいんですけども、まさに魔女の足を持ち始めている、つまりこのような形でですね、中央の人物イナンナマリアが右のベタニアのマリアに呪いをかけているというふうにも解釈できるということです。一応今のところは仮説ということにしておきますが、つまりシャマーシュイエスにはベタニアのマリアという妻がいて、そしてシャマーシュイエスはですね、十字架にかけられ処刑される前にすでにイナンナマリアたちによって殺されていたという事実をですね、この絵の上に重ね合わせて考えてみるとですね、そういう解釈もある、その可能性も高いということになるのではないでしょうか。ここではその可能性という言い方で終わりましたが、最初の画像に戻ってみます。これがダ・ヴィンチとベロッキオの合作と言われている受胎告知の絵ですね。この丸い部分に3本指の、まあ、つまりは誰かが描かれているということになりますが、当然この足はですね、向かって右側の人物の足ということになります。3本指です。つまりこの段階ですでに右のベタニアのマリアは呪いをかけられていたということになるわけです。左がストリックスです。相手獲物をですね、じーっと凝視して相手を呪い殺す、あるいは死の呪いをかける、あるいは人間を食べていた魔女ストリックスということになるわけですけども、まあ、そうこうしてですね、まあ、餌を凝視して、つまりは相手を呪い殺すということになるわけです。そして中央にはですね、どういうわけかウォルト・ディズニーがですね、この山と全く同じ山を描いて悪魔の山としたということなんですね。でもう一度このストリックスを見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類、つまりフクロウの翼であるということですね。つまりこのような形でダ・ヴィンチはですね、左にストリックスを描いたということになるわけです。となると右のベタニアのマリアはそのストリックスによって呪いをかけられたということになります。その呪いがかけられたということを象徴的に意味しているのが、絨毯の下から覗いている三本指の足ということになります。で、その証拠はいくつかあります。その証拠をこれから皆さんにご覧いただきます。続く動画も古いもので、この動画の中の、つまりラファエロが描いた三本指の女性について、私は聖母マリアの足であると判断しましたが、実はそうではなくて呪いをかけられたベタニアのマリアの足というふうに考えてください。 Small children, but it is also known to attack lone travelers who venture too far into the wilderness. Raffaello Santio painted Maria as Shrix together with Leonardo da Vinci in his painting The Annunciation. ラミアと並んでストリックスもまたギリシャおよびローマの民話の中ではヴァンパイア的な魔女でした。特に幼児や子供を好んで食べていましたが、時に荒野を一人で旅する孤独な人を襲って食べたとも言われています。ダ・ヴィンチは受胎告知の中でマリアはそのストリックスであったということを表現しましたが、ラファエロ・サンチオもまた自分の絵画の中でマリアはストリックスであったということを表現していました。広島市浜松市ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、マリアの下にあるものがカーペットなのか台なのか
というところです。で、マリアの赤い衣服の垂れ具合からしてですね、これはカーペットであると判断しました。一見すると台のようにも見えますが、カーペットです。そのカーペットの下からは、マリアの三本指の足が覗いています。注意深くご覧ください。このフクロウの置物の下ですね、その下に三本指の足が見えています。レオナルド・ダ・ヴィンチなる1500年後のイエス・キリストの操り芸術家はですね、このような形でマリアは魔女であることを示しました。三本指の足です。by 林博士の発見です。これが足ですね。一見すると四本のようにも見えますが、私は三本指の足と判断しました。下が同じくレオナルド・ダ・ヴィンチが表現した解剖図ですけども、一般にはこれは熊の足と言われていますけども、熊の足ではありません。で、もう一度この絵を見ていただきたいんですけども、この足がこのように出ていると、私はそのように判断しました。まあ、隠し絵、騙し絵の手法ですね。まあ、このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエス・キリストは、マリアは魔女であることを示しました。つまり、マリアは、ストリックスであることを示しました。で、ストリックスというのは、まあ、フクロウということになるわけですね。で、この人もですね、どうも足がおかしいということで、まあ、紹介しましたけども、はっきりしません。で、この中央にいる天使を見ていただきたいんですけども、この手がやはりおかしいんですよね。まあ、このような形で、まあ、中世の絵画の中にはですね、まあ、人間ではないような人間が描かれているということです。で、この受胎告知の絵も例外ではありません。やはり、このカーペットの下からは足が覗いています。そして、この置物に注意してください。この置物も、まあ、奇妙ですよね。ということで、ラファエロの話につなげていきます。ラファエロ・サンチオもまた三本指の、まあ、奇妙な人物を描いています。これがその絵です。この絵の中には三本指の人物が描かれています。ラファエロ・サンチオはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子ということになります。で、そのラファエロ・サンチオの描いたこの部分に、絵のこの部分に注意してください。足が描かれています。この足もやはり三本指で、そしてその先に爪があるのがわかります。まあ、ここがですね、今日のポイントですから、注意深くご覧ください。三本指ですね。で、この指について検証してみます。これがラファエロの描いた三本指の足です。で、先ほど紹介しました、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中に描かれている三本指の足と比較してみてください。大変よく似ているのがわかります。この絨毯の下、置物の下ですね。ここにその指が描かれています。で、こうして並べてみるとですね、まあ、大変よく似ているということになります。まあ、それも当然ですよね。ラファエロも、レオナルド・ダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、皆、1500年後のイエス・キリストの、つまりは、操り人形でした。まあ、1500年後のイエス・キリストは、こうした操り人形芸術家を通して、自分の、まあ、アイデンティティ、並びにアジェンダを私たち人間に示したということになります。下はですね、以前はリリトと言われていましたけども、一般説ではイシュタールに落ち着いています。そのイシュタールもですね、やはり三本指である点に注意してください。まあ、魔女中の魔女ということになるわけですね。で、三本指です。で、この三本指と大変よく似ている
という点に注意してください。すなわち、このような形で、ラファエロ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチを通して、マリアは魔女であることを示したということになります。左がイナンナ・イシュタールということになります。右が受胎告知の絵ですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは自分の姿勢を鮮明に、まあ、私たち人間に示したということになります。で、この置物に注意していただきたいんですけども、フクロウのようですね。そして左の絵に注意してください。これはフクロウでも耳がありません。耳のないフクロウです。耳のないフクロウ、すなわちストリックスということになります。まあ、ローマ時代には、まあ、魔女のいわゆるまあ象徴的な動物として表現されていました。耳房のないフクロウ、つまりストリックスということになります。そのフクロウ、ストリックスと置物は酷似しています。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれている、まあ、人物はですね、ストリックスであることを示しました。そのストリックスについて簡単におさらいしておきたいと思います。先ほども言いましたように、まあ、ヴァンパイアなんですね。特に、まあ、子供や幼児を好んで食べたということです。ストリックスとラミアは二大化け物のことであり、まあ、魔女を意味すると。そして、ストリックスはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子供を好むと、また荒野に入り込んだ孤独な旅人を好んで食べたとあります。シカゴユニバーシティのホームページです。で、ここが重要ですけども、ダ・ヴィンチは1たす1の手法でこの2人を合わせてストリックスであることを示しています。まあ、この赤い丸で囲んだ部分ですね。これは猛禽類の翼です。そして右下に3本指の足が描かれています。1たす1は1。1ですね。つまりこの2人を通してマリアは、ストリックスであることを示しました。岩窟の聖母の中ではですね、1たす1を通して、ラミアであることを示しました。つまり、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスは、まあ、マリアはストリックスであり、ラミアであることを示したということになります。まあ、今日は、その、ラミア説については、割愛させていただきます。ともかくも、主体国史の中で、二人合わせて一人の、魔女、すなわち、ストリックスであることを示したということになります。では、この足の人物は誰かということになります。これも、この、まあ、人物も、果たしてということになりますけども、ラファエロはその証拠をこの絵の中に残しました。この足の人物は、この左から二人目の人物の足ということになります。左右の人には二本ずつ足があります。つまりこの赤枠で囲った人の足ということになります。ここが今日の結論部分ということになりますから注意深くご覧ください。この三本指の足の人物は、この人物の足ということになります。そしてこの手を見てください。マラヌスの手です。シグナムマラーノです。中指と薬指がくっついています。同じ手をミケランジェロなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスはピエタ像の中で表現しています。このマリアの手に注意してください。左右反転してみました。やはり中指と薬指がくっついています。シグナムマラーノです。マラノの手です。つまり、左のピエタ像のこの手は、マリアの手ですから、右のラファエロの描いたこの人物も、マリアということになるのです。この人物は、マリアということになります。つまり、ラファエロも、まあ、ラファエロというよりもですね、1500年後のイエス・キリストは、ラファエロという画家を通して、まあ、この人物がマリアであることを示しました。
もともとそれら芸術家の上に立つ1500年後のイエス・キリストの作品ですから、このようにアジェンダが一致していたとしても何らおかしくないということになります。もう一度以前作りました動画を皆さんに確認のためにご覧いただきます。これは997号で発表した動画です。ここにある置物は何かということですね。まあ、一見すると、まあ、フクロウのように見えますが、よく見ると、やはりフクロウのように見えます。まあ、フクロウなんですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれているのはフクロウなんだよということを示しました。そしてその置物の下にですね、三本指の足が覗いています。フクロウと魔女とは大変仲が良かったようですね。ハリーポッターの中でもフクロウがあちこちに出てきます。ともかくもフクロウですよね。で、左のこの、まあ、いわゆる天使と言われている人の背中を見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類の翼です。まあ、いわゆる、まあ、肉食性の動物、まあ、鳥のですね、翼ということになります。まあ、その代表格が言うまでもなく、フクロウということになります。翼をしっかりと見てください。フクロウですね。まあ、猛禽類の中でも、フクロウの羽そのものであるということです。つまり、まあ、ここでも一つの隠し絵ということになるわけですけども、ここに描かれているのは、ストリックスであることを示しています。で、ローマ人はフクロウをストリックスと呼んだ。魔女を意味したということです。そして相手をじーっと凝視する目を持つ目の女神としても知られていました。ですからこの左の天使の目は相手をじーっと睨んでますね。じーっと睨んでいる点に注意してください。つまり、受胎告知の中に描かれている人物は1たす1イコール1の原則で、つまり、ストリックスであることを示していました。で、この動画を制作したときはですね、ラファエロ・サンチオが書いた三本指の女性は聖母マリアであると判断しました。が、その後ですね、今日に至るまでにですね、実はそうではなくて、ここに描かれている女性ですよね。左から2番目の女性ですけども、足を消去法で消していくとですね、この女性の足は今丸で囲んだその足を持った女性ということになるわけです。で、その足を見るとですね、3本指になっているのがわかります。で、この女性は誰かということなんですけども、シグナム・マラーノの手、中指と薬指をくっつけているというところからですね、ミケランジェロが描いた、まあ、彫刻した、サンペトロの、ピエタ像の人物と一致するということでですね、まあ、聖母マリアであると判断したわけですけども、そうではなくて、この女性はですね、つまりはベタニアのマリアということになると今は判断しています。つまり呪いをかけられたストリックスによって死の呪いをかけられたベタニアのマリアということになるわけです。こうして受胎告知の絵にまつわる謎を解いたということになりますが、最後に一つだけ謎が残ります。それが今言いました、ミケランジェロが彫刻したと言われているピエタ像です。そのピエタ像のいわゆるベタニアのマリアには足があります。今話してきましたことを総合するとですね、ミケランジェロは当然ベタニアのマリアはストリックスによってですね、呪いをかけられたということを知っていたはずです。だったらミケランジェロはベタニアのマリアの足は彫刻しなかったということになりますが、そのペータ像には足があります。注意深くご覧ください。
が、これは足ではありませんでした。つまり、騙し彫刻ということになりますが、一見すると、この人物の足に見えますが、足ではありません。足ではありません。注意深くご覧ください。一見すると指が5本ある足のように見えますが、足ではありません。その証拠の一つとして、手の大きさと比較してみてください。手の大きさに比較して、下のですね、赤い丸の足はあまりにも小さすぎます。バランスが取れていません。で、さらに拡大してみるとですね、これは足ではなく何か別の置物、あるいは台ということになります。つまり、ミケランジェロ自身もこの女性、つまりベタニアのマリアはですね、呪いをかけられて三本指の女性にさせられたということをこのような形で表現したということになります。以上を総合すると、つまりは受胎告知の絵は一般に言われているような受胎告知という生優しい絵ではなくて、実は魔女ストリックスによって死の呪いをかけられたベタニアのマリアということになります。